そのような点から、あなたにとって自分で経理をやるのがいいのか、丸投げするのがいいのか、考えてみてください。こんにちは、永井です。今回は、帳簿付け、自分でやるべきか、丸投げすべきか、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。11月に入り、今年も残すところあと2ヶ月となりました。こまめに帳簿付けをしている人は心配ないかと思いますが、毎年期限ギリギリになってね、確定申告のための帳簿付けをする方、面倒な作業からできれば解放されたいですよね。そこで今回は自分で経理をやること、これを自経化というふうに言うんですが、その自経化のメリットデメリット、一方で丸投げした場合のメリットデメリットを解説した上で、結局あなたはどちらを選択すべきか判断の拠り所を、税理士業界への忖度やポジショントークなしに分かりやすく解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ると、あなたにとって自経化するのが良いのか丸投げすべきかを判断することができるようになります。ぜひ最後までご視聴ください。今回の内容はこちら。まず自経化、丸投げ、それぞれのね、メリット、デメリットを全体的にね、俯瞰していただきたいと思います。それから、自経化のデメリットの解消手段には、こういうものがありますよ。そして、丸投げのデメリットの解消手段としては、こういうものがあると。そして、最後ですね、判断の拠り所を解説していきたいと思います。このチャンネルでは、税金などに苦手意識を持っていたり、税金の知識を深めたいと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。また税金に関する最新情報も逐一配信しておりますので、どこのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まず、自経化、丸投げ、それぞれのね、メリット、デメリットを見ていきたいんですけども、まず自経化ですね。自分で経理を行うという方。結構ね、このチャンネル見ていただいている方は自経化していると。そういった方のね、割合が多いのではないかと思うんですが、自経化することによってね、自分で経理を行うので、経営状況、損益ですとか収支をタイムリーに把握することができるということですね。そして、融資を受けたい場合には、通常ね、資産表が必要なんですが、資産表をすぐにアウトプットできるので、申請がスムーズになることがあると。ということですね。そして、何よりもね、これが大きいかと思うんですけども、税理士ですとか会計事務所への依頼コストがかからないですよということなんですね。一方でデメリットなんですが、ある程度経理の知識が必要ということになります。経理の知識必要ないですよという触れ込みのね、会計ソフトもあるんですが、全くないとね、結構会計処理めちゃくちゃになったりするので、ある程度は必要ということですね。そして、本業以外、つまり経理業務というものに時間が取られるということですね。慣れてない場合はなおさらですね。毎月何時間も取られてしまうことがあるということですね。そしてこれもコストの話なんですけども、会計ソフトの利用料がかかってしまうということですね。個人事業主の場合、安くても1万円ですね。法人の場合は通常数万円以上するということですね。一方で、経理を会計事務所などに丸投げする場合のメリットなんですけども、当然丸投げするので経理の知識は不要ということですね。できればね、資産表ぐらいは読み取れるようにした方がいいんですが、詳しいね、仕分けのルールですとか、そういったものの知識は不要ということになっております。それから、これは当然といえば当然なんですが、丸投げすることによって時間を買うということができるということですね。そして、全くね、自社で会計ソフトを利用しなくてもいいということになるんですね。よって会計ソフト利用料を削減することができるということですね。一方でデメリットなんですけども、丸投げしてしまうのでなかなか経営状況が把握できないことがあるということですね。会計事務所との契約によっては、毎月ね、翌月何日までに報告してくださいということもあるんですが、なかなかね、そういう状態だと顧問料が高くなったりするんですね。よって定期的な報告は必要ないですよとした場合は、いつまでもね、会計事務所が報告してくれないといったこともあるんですね。よってそういった場合はなかなか経営状況把握できないですよね。同じようなことが言えるんですが、融資などの際に直近までの損益を反映した資産表が求められることがあるんですが、そういった資産表もタイムリーにね、入手できないということで、融資の申請が滞る可能性があるということですね。そして丸投げしてしまうと、税理士事務所、会計事務所に顧問料だけではなくて記帳代行料がかかってしまうということですね。よって、通常はね、
2つ合わせて少なくとも数万円かかってしまうことがあるということですね。よって、まあ、コスト高になってしまう可能性があるということになっております。まあ、そこでね、まず自経営化を続けたいんだと、ただ自経営化のデメリットが気になるという方、まあ、デメリットの解消手段がありますよということでご紹介したいんですが、クラウド型の会計ソフトをね使用することでコスト面以外は解消されることがあるんですね。クラウド型の会計ソフトとは何かということなんですが、まあ、クラウド上にね取引データを記録していくものということなんですね。まあ、メリットとしてはクラウド上にどんどんね情報を蓄積していくので、まあ、データが消えてしまうという可能性は非常に低いんですね。クラウド会計の中にはフリーというね会計ソフトに代表されるんですが、経理の知識がなかったとしてもある程度直感的にね会計処理を行うことができるということなんですね。まあ、ただね、全く経理の知識がないとなかなかね完璧な会計処理というのはできないもので、ある程度の知識は必要だというふうに考えておいた方が良いかもしれません。まあ、比較的経理の知識が少なくても記帳をね進められるソフトもありますよということですね。そして時計化の場合どうしても時間が取られてしまうということがあるんですが、まあ、それに対してはねクラウド型の会計ソフトを利用することで、まあ、預金データですとかクレジットカードの取引データをね会計ソフトに同期させることができると、まあ、その同期によって、まあ、経理にかける時間をね短縮することができますよということですね。まあ、同期できないとねいちいち、まあ、現金の入出金ですとか預金の入出金、まあ、そういったものをすべてね手で入力しないといけないということなんですね。一方預金データクレジットカードのデータなどをね自動で取り込むことができれば経理時間の削減につなげることができるということになっております。一方で私はね会計事務所に丸投げしたいと、まあ、その場合になるべくデメリットを解消したいんだよなというふうにね考えている方いらっしゃるかと思うんですが、まあ、どうすればいいかということで、まあ、丸投げしているんだけども、まあ、自社内にもね会計ソフトを備えればいいということですね。そしてこれは必ずしもクラウド会計ではないですよと、委託先の会計事務所が使ってる会計ソフトと同じものをね備えれば良いということになっております。もう一つねインストール型の会計ソフトというのがあるんですが、まあ、これは会計ソフトをねお店などで買ってきて、まあ、CD-ROM でパソコンにダウンロードしたりウェブ上でね購入したドライバーをあなたのパソコンにインストールすると、そのような形で使用する会計ソフトのことですね。まあ、基本的にはねあなたの PC の中で動くことになるということなんですね。まあ、このインストール型のね会計ソフトのメリットとしては、まあ、クラウド型に比べてねサクサク動くんですね。よって、まあ、素早くね会計処理をしたいという人にとっては向いている会計ソフトかと思います。そして委託先の会計事務所がインストール型のね会計ソフトを使っている場合は、まあ、同じね会計ソフトを備えることによって情報共有ができるんですね。まあ、その会計事務所から会計データをメールなどで送ってもらうと、そしてそのデータをね自分のパソコンに取り込むということで、すぐにね損益ですとか収支を把握することができるということになっております。まあ、委託先のね会計事務所がクラウド型の会計ソフトをね利用している場合は常にねオンラインで損益収支などを把握することができるということですね。まあ、同じように会計ソフトをね自社で備えることによって、まあ、会計事務所とねデータを共有してもらえれば融資を受けるための資産表もタイムリーにアウトプットすることができるということですね。まあ、このようにね会計ソフトを備えることによって丸投げのデメリット解消することができますよということですね。まあ、ただね一つ前提があって、委託先のね会計事務所がねあまりにも会計処理が遅いといった場合は、せっかくね自社で会計ソフトを備えても、まあ、もらうデータというのがね古いということですね。よってタイムリーな損益収支の把握ですとか融資手続きを進めると、まあ、そういったことが難しくなるので、そこはねきちんと会計事務所とね取り決めを行ってなるべくタイムリーにデータを共有してもらうようにしてください。まあ、過去動画で会計ソフトインストール型が良いかクラウド型が良いか、まあ、そのあたりのね情報を上げておりますので、下にね貼っておくので気になる方はぜひそちらも見てみてください。そして、まあ、結局のところねどういった点を判断の拠り所にすれば良いのということなんですが、まず時系化を選択する場合は時系化によって時間をかけてまでね自分の事業所の経営状況をタイムリーに把握したいかどうかということですね。まあ、このあたりはねあなたの考え方によるかと思います。まあ、それから
まあ、大体ね自分で事業を行っているので収支なんとなく分かりますよという方はね、まあ、時系化しなくても丸投げしておいてもねある程度数字というのは把握できるのでそういった方はね時系化にこだわらなくても良いのではないかというふうに思います。まあ、融資のね申請を機動的に行いたいかどうかということも同じですよね。わざわざ時系化することによって融資のね申請スピードを上げたいかどうかというところですね。一方でね本業以外のことには一切時間を割きたくないという人は丸投げがおすすめということになります。まあ、つまり丸投げすることによる会計事務所へ支払うコストを上回るね成果が上げられるのであれば丸投げをすべきですね。一方で丸投げしたとしてもある程度はね会計事務所からの質問ですとか資料依頼に対応しなければならないんですね。よってたとえ丸投げしてもね大して時間を削減できなそうだといった場合は、まあ、コストを上回るね成果期待できないという可能性もあるのでその辺はね慎重に判断していただければと思います。まあ、このようにねなかなか答えが出ない永遠のテーマである時系化 vs 丸投げという問題なんですが、まあ、あなたなりにね今回の動画を参考にして決めていただければと思います。まあ、丸投げする場合ねどういったサービスがあるか、まあ、それから税理士はどのように選べばいいか、まあ、過去動画撮っておりますのでこちらもね説明欄に貼っておきます。今回の内容が少しでも役に立ったなという方はとても励みになりますので高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。